たらビビるよ。抹茶のアイスクリームに白玉団子、きな粉のクッキーなどをトッピングした彩り豊かなパフェになっております。甘すぎるのが気になる方でも抹茶のパウダーをご用意させていただきますので、お好みの味にできますよ。ええー、ならそれにします。抹茶パフェを2つ。かしこまりました。少々お待ちください。仕方ないよ、初日だもんね。それに急に仕事をすることになったんだから、わからないことも多いよね。そんなの、私だって最初はそうだったよ。お姉ちゃんに迷惑かけっぱなしだったもん。その分は先輩となった今こそ返す時だから。それにお兄ちゃんに頼られるのは悪い気がしないしね。わからないことがあったら何でも私に聞いてくれていいよ。いつでもどうぞ。